この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。いらっしゃいませ。だけど、その物語には脇役が存在する。あるいは、登場すらしない人々も。
僕はある年齢を過ぎた頃から自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる、その時を夢見ている。これはそんな僕の物語。こっちの声は聞こえているか？よし。ひとせ、そっちはどうだ？およ、なんか画像データが乱れてんな。おい、リュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる？どっちは問題ない。エリカ、お前はどうだ？見えてるよ、お兄ちゃん。そのことはエデンとの画像通信ラインにだけノイズが走っているのか。デジタルウェーブに異常かな。音声通信は問題ないよ。なら仕事に支障はないな。うん、でも特殊な防護フレームのエリアとか震度の高い階層では保証できないし、やっぱりやめた方がいいんじゃない？優しいね、お嬢は。ジンジン君が心配なわけ？そういうんじゃないから。言ったはずだ、リスクは覚悟の上だと。仕事を始める。全員ターゲットは分かっているな？おいおい、もちろんバッチリ把握してますよ。標的の名は志賀要人。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、ここ数ヶ月アカウント狩りで相当な荒稼ぎしてる。だったよな。クライアントはエデンを騒がすハッカーを許さない。やつらは志賀への制裁をお望みだ。見つけ次第ボコボコにしてアカウントを破壊しろって意味だよ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。事実上楽園からの追放ってわけ。
悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。腕が鳴るね、こういう仕事は。私たちはあくまでサポートだよ。なあ、もう分かってるって。気分の問題だよ、気分の。まずはクーロンにいるハッカーからシガの情報を集めろ。一つ。はいよ、待ってました。じゃ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 ーん、俺様特製マルウェア、ハチドリちゃん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づくだけで対象のデジバイスを一時的にハッキングできるんだ。引き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集は俺の得意分野だぜ。お前がチームに入った暁には何でも教えて死んぜよ。一度言うが、これはテストだ。てめえの覚悟を俺たちに見せてみろ。おっ、やる気は十分。お手紙拝見。